Bonjour、皆さんこんにちは。パリマダムのレポーターのミシェルです。今日はパリを観光するのに最も快適な方法であるヴェリブをご紹介します。ヴェリブとは2年前に作られた、自転車レンタルサービスのことなんですが、これはパリ市内であれば誰でも好きな時に好きなだけ、自転車をレンタルすることができるシステムになっています。こちらに見えるのがヴェリブ専用のパーキングです。こういったパーキングが街中の至る場所に設置されていて、どこからでも乗れるようになっています。乗り終わったら一番近くにあるパーキングに返すだけ。分かってしまえばとても簡単で便利なシステムです。今日はこのヴェリブ、一緒にマスターしてパリジェンヌになっちゃいましょう。ヴェリブを利用するにはまず登録する必要があります。登録するのに必要なのがクレジットカード。現金は使えません。デイリーレンタルであれば、1日なんと1ユーロからレンタルすることができるんです。では一緒に登録してみましょう。まずはじめに画面の5を押して言語選択のスクリーンを表示します。番号を押すには右下のキーパッドを使います。残念ながら日本語のチョイスはないので2を押して英語の説明画面にします。英語のメニューでバイヤーチケット1を押してください。1を押してチケットヴェリブを選択。次にレンタル期間を選びます。1週間か1日かを選びます。今日は1日パスを利用してみましょう。1を押してください。ここで表示されるのは使用条件。緑のボタンを押して同意します。そしてヴェリブの登録チケットの暗証番号を選びます。これは万が一チケットをなくしてしまった場合、他の人が使えないようにするためです。4桁の数字を選び緑のボタンを押します。暗証番号をコンファームするためにもう一度打ち直します。次のページは盗難や事故があった場合のための150ユーロの保証金のことが書いてあります。これはあくまでも問題があった時だけにクレジットカードの口座から引き落とされるものなので心配無用。緑のボタンを押して次のステップへ。そしてクレジットカード挿入のスクリーンが現れたらカードを挿入します。支払いはクレジットカードだけなので気をつけてください。カードの暗証番号を打ったら緑のボタンを押します。支払いが済んだらカードを取り出します。印刷されたヴェリブのチケットが左下に出てきます。これで登録完了です。少し時間がかかりましたが、一度登録すればあとはどこでも簡単にヴェリブを使うことができます。次回はヴェリブを一緒に選んでみましょう。ではまた。Au revoir!